放送、今日2回目。まだまだうちらはね、そう考えると出てくるよね、いろんなネタがね。これからのうちらの動き自体がなかなか重いネタばかりですからね。そうね、そこにかけてみても過言ではない。どっこいじゃん、分かって、ありがとう、くみさん。そう、外れたの、あと大いに外れたの。うんこ忘れてるかもしれないけどね。なんですか、入札企画だな。なんと、24時間24時間生放送忘れてた。24時間生放送がありますね。どうしますね。あれ、ポテハン出ないんだな、これ。出ないですね、出ないですね、企画見たら。なんか、BSP の今田さんはね、名前出るんですけど、BSP だから出てる、 BSP だから出てる。24時間どうしますか、多分ね、出ないんだと思う。大丈夫大丈夫、分かるから、パソコンの方で、コテハンじゃねえや、多分ついてるんで大丈夫です。なんかニコ生歴、放送歴長くなるとさ、なんか大体コメントの仕方で誰喋ってるか分かるよ、この打ち方はこの人だなみたいな。分かるな。何ブーちゃんの何聞かなかった。ブーちゃんの生態観察、生態観察やだやだやだ12月前と考えると、そうですね。たまさま最初1時間、最後1時間、ブーちゃん22時間がおかしくないかそれ。間比率がおかしい。間ね、うわっつって、オープニングとエンディングだけなんでたまさまが出てくるんだまあでもなんかあれですよね、料理をやってましたよね。そうそうそう、料理はやりたい。だからある意味健康的な食生活をできるっていう、夕方くらいから始めて、夕方、夕飯作り、朝ごはんだよっつって朝ごはんを食べ、なんなら昼ちょっと作って食べて、24時間中に普通の生活、寝ないだけの普通の生活が。俺んちじゃない、パン作りますよ。パンをこねる、パンこねるとからスタートして、ずっとそのパンの生地にカメラを見る、どれだけこうわーって膨らんでいくかっていう。あ、いいね。その間うちらは休憩できるうちは可能だよ、寝床も別にあるし。あ、ない旦那、旦那家でやる旦那家で24時間テレビやるそれもあり。あ、で、その中で VR やりますよ。VR それもあり。ブーちゃんの帰れまてん、俺は何をして帰れまてんをするんだ。僕枠でもいいんですか、僕枠でもいいんですかいいねっつって。でもありですよね、あ、放送僕枠でもいいんですか。だったら全然、なんかこう、3人いたらさ、なんかやれること広がるよね。なんかゲームして、罰ゲームで悲しい顔を見るとかね。おっかないこと言ってますよ。昔ほら、なんつうの、ニコ生のこのクルーズを止めるのに、みんなこれ乾燥したら俺悲しい顔になりますみたいなってやって乾燥した後絶対つらいやつだったら、なんかお寿司買ってきて、わさび1個多く入れましょうよ。うん、そうだね、からし顔に塗ったらね。でも、わさび1個入れるってことは、なんか2人やらなきゃいけないでしょ。分かってる。もしくは、じゃんけんで一番まで出た人がわさびをどれかに仕込んで、その2人が先に選ぶ。ブーちゃんの激辛コーラ行きの、激辛コーラって何すごそう。しかもコーラ一気飲みの俺できなかったから、この前びっくりした。俺できてたんだよ、学生の時に、高校の、ね、そう、あのね、喉が拒否したの、そう、謎の飲み物でしょコーラに
一味一本入れるとおかしいでしょ、それ。なんかこういう、あの、調合みたいなやつだね。やだやだ、絶対やだ。こういうのこう、やだ。ジャーって入れて。いや、でもね、すごいと思う。あ、辛いのにさらに炭酸っていうこの体に非常に悪いね。だったら生姜の方がいいな。生姜の方がいい。生姜すりおろしてビャッて。生姜コーラってありませんでしたっけ。生姜コーラはある。なんかありましたよね。逆に健康志向で行くならあのあれよ、あの青汁、青汁のまずいやつとか、あのなんだっけ、あれ一時期流行ったセンブリ茶とか。センブリ茶センブリはね結構きついよね。残るから。ホットジンジャーエール、ホットジンジャーエールって胃がね、あの目にくるんだよね。ちょっとなんか俺お寿司食べたい。お寿司食べれるように頑張ろう。ちょっともう贅沢して三昧とかのなんとかセットみたいな。食べれる。もうダッて食べる、気に何気にしてんのみたいな感じで食えるのが目標。ちっちゃい目標。ブーちゃん料理いける？何？お寿司の？いや多分いけるんじゃないか。それが全然全盛期の時に食えるとやったから。早食い大食いどっちが得意？どうだろう、大食いかな。大食いの、まあ、そうですね。懐かしい、懐かしい、本当に懐かしい。懐かしい。サブロクの3人中ですよ、後ろの画像は。何？早食いは辛いね。早食いね、ゆで卵の時に気づいた。俺は早く飲めない。それは麺だけだね、いけるの。早食いは。でもね、この前気づいた。俺、口の中も弱くなってる。この前、タモ様と一緒にしゃぶでしたっけ、うん、行った時に、ガッて食べたけど、後日気づいたらね、口の至る所が火傷してた。そんなに？もうね、上あごがね、プニプニしてる。なになに、自分この間カレーを1日何食食えるかやったけど、3食が限界だった。うん、1日でしょ。カレーはね、最低限5食はいけるから。なぜこの2人辛いもののね、カップラーメンをなんか卵早食いやった後にやったから。あの地獄を見てるのカルツ。かなりやばい。いやもうお腹いっぱいなの。やばい、うん、なかなか。カレーは飲み物だから。特にカレーは飲み物だよ。でもあれ、ココイチのカレーのどこまでいけるかみたいなのやりたいですね。あ、うん、まあ、全国的に分かりやすいやつ、うん、こう皆さん地域で分かりやすい商品、まあ、これね、普通に食べたと4までなんで、まあ、5いったらちょっと、あ、結構来てるなっていう、なんか美味しく食べれなくなってでもだからカレーの色って変わってくるんですか。ちょっと黒くなってくんじゃないかな、多分。あ、弱い的には。何？将棋からカレー食わせたい。ガラムマサラ5本突入で。ガラムマサラが、まあでもそれがどのぐらいカレーかは知らないし、18金カレーが相当辛いっていうのも知らない。松本さんやってたもん。辛いのダメなのに。本当に突入系で言うと、結局そこの店のマックスで行かないとダメだと思う。例えばですよ、この24時間の番組の中で、ココイチに買いに行って、3食分カレーを買ってきます。普通のカレー2つに、10が1個。で、誰が誰食べどれ食べるかは、じゃんけんで早いもん勝ちになる。でもそれは誰もそのカレーがどの味なのか知らない状態にして、で誰がその10辛を食べたかっていうのを当てるゲーム。じゃあさ、あれ普通の1辛と10辛と30辛みたいな。30ってあるんですか。分かんないけど多分10ですよ。10ですよ、マックス。10でマックスだと思います。そう、
もうちょっと経ったけど、10だったはず。リアクション的にはね、今田さんにぜひ1個引いてほしいんで2個にしようかなみたいな。おあ、美味しい、ああっていう彼氏にバレる当たった人みたいなどっちかは当たった人みたいな。ココイチのカレーのランクが10までです。あ、10まで。1、1、10、10とかなぜ1、1、5、10とか。5も結構辛いよ。あー、旦那にぜひ10をかけてほしい。ね、ほんとはね。俺が2人だけリアクションしたって面白くないし。10にお店のスパイス追加しよう。俺火吹くわ。いやー、吹いたの見てみたい、ね、リアルで人間は火を吹けるのかっていう。ああ、そうだね。ほら、これで検証できますか。うん、明日さ、24時間をさ、今旦那の家でやって、その中までこういう料理やるよね。うん、料理もね、あ、それいいね。決定、旦那道連れじゃん。よっしゃー、24時間にこのまま、あれだってことで24時間延長でバーって、うん、1枠でやっちゃいたい。出た、うん、いやだってその方がだって多分リスナーめっちゃ増えじゃん。ごめんなさい、出た。あ、それ、あそっち。ごめんなさい、ごめんなさいね。ごめんなさい、後ろに映ってる画像で僕が出たって言うとタイミングは何なのかを見てください。うん、出た、本当にね、出たっていう感じの人が今後ろの画像に多分映ってますから。あのキャッチフレーズ見てます。カクテル酔ってる、恋してる、ブイブイ。ごはんの旭川 YouTuber の、はい、旭川の YouTuber です。旭川 YouTuber。 なんか盛り上がってきたね。よし。24時間とゲームは旦那巻き取りで、巻き取りで、はい、あとラジオのゲストにブー、あ、ブーして飯島旦那と、まあ、パクカ君と2組の。もうそうですね、決定ですね。次来年の予定が見えてきた。今年あるけど、24時間。まあ、まあ、あと 何か僕も呼びたい人はいるんで、あとは今年の動き的には、見てくれた方は分かると思いますけども、うん、僕らの YouTube の方の、オープニング、それからエンディングもこれから変わる予定でございますので、まあ、厳密に言うと変わりました。そうです、ね、あの、あれがないけど、これからちょっとずつまた変わってきますが、大体の基盤は決まりましたんで、エンディングも、そう、エンディングも変わりました。ただこれから大いにエンディングに関しては変わる予定でございます、うん、まだちょっと試作段階に近い状態、うん、まあ見てみて、うんっていうとこですかね、うん、まあ、なんかちょっと俺のチャンネルの仕様が俺のあれでしかなかったから、二人のね、ちゃんとね、うん、あれを取っといたりとかして、ね、おかげしようなんていう、はい、うん、で、これから、なんだっけ、何落としたの今、これから、あ、そう、あの、今 YouTube の方ではタマ様だけの写真でドルドル TV にはなってますけども、うん、近々ちょっと撮影をして、うん、うちら2人のアーシャにしようかなと思ってますんで、うん、そちらの方も今後こう期待していただければ、期待してもらっていいのかな、うん、ね、うん、これで僕もね、ドルドル TV ですよって自分が映ってるものを紹介できるから。まあね、確かに今まで何人かと話をしてて、僕こういうのやってるんですよって、これなんですよってタマ様だけの写真だったからね、うん、動画見てもらって、あ、本当に映ってるんだっていう確認してもらってましたけども、これから2人のやつも分かってきますので、うん、かなと思います。今の動き的にはこんな感じですかね。あとあれですね、うん、まだ公表はしてませんけど、ブー、うん、ちゃんが1時間おきに衣装チェンジってことは24着ないといけないんだぞ。大泉さんも迷うぞ。
大泉さんも衣装ないって水曜どうでしょうで言ったぐらいだから、ちょっと一瞬あの着ぐるみとかになっちゃうピカチュウみ、黄色く塗ってムーンムーンムーン、あとはなんだ、あ、そう、まだ公表はちゃんとしてないですけども、うん、ちょっとショートフィルムの方も、うんうん、動きがちょっとずつ今出てきておりますので、ハロウィンの衣装で決めましょう、集めましょう。ハロウィンの衣装では集めないです。今年なんなら僕ハロウィンは出ないと思います。多分出れないですね、仕事なんで、うん、そう、ちょっとずつショートフィルムの方も動き始めてますので、まだ完全には言えないですけど、こちらの方もこう次々ね、動いておりますので、こうこう期待という、あと一、あざっす、あざっす、これ見つけてるのねということで、うんうん、今年、来年頭からの、うん、今のところ決まってる、うんうん、こちらの動きはある程度今言えたかなと、うん、うん、思います。ながら、まあ、あとは来年あれですね、ちょっとトモさんとも2人で話しましたけども、来年東京行きたいですね。そう、東京に行きたいという2人で、はい、何でしたっけ、町会議でしたっけ、来年、久しぶりにニコ生町会議2人で突してこようかなと、はいまあ久しぶりにっていうか俺しか行ってないけど、ぶっちゃまだ初体験なんで、そうですね、町会議はまだ行ったことないんで行きたいですね。ね、初ですなのでこれからも2人で、YouTube とニコ生やりますんで、うん、よろしくお願いします。では、お疲れ。